アロハ、皆さん、こんばんは。私はね、ニューヨーク時代からフィリピンのね、人たちに助けられましてね、学生時代貧乏だったんですけれども、食をね、食べていくために、あとは学費をね、払うために、食をね、探していた時もすぐにね、助けてくれたのはフィリピンの人たちでしたね。フィリピンのね、人たちは団結力がね、すごいというか、もうネットワークの力がね、すごいので、友達がね、一本電話をかけるだけでもう、なおが職を探してるっていうことでね、もういろんな人がね、オファーをね、出してくれましたね。団結力と情報量、仕事のね、仕事に対しての情報量の多さは、もうフィリピンの人たちはね、すごかったですね。日本のね、フィリピンの人たちの、なんていうのかな、ステレオタイプっていうのがね、今の時代はどうなのか私はわからないんですけども、日本に住んでないので、小さい頃はね、あんまり良くなかったですよね。夜のね、お仕事をされてる方が多いというね、イメージがなかなかね、払拭できないんですけれども、アメリカの場合はね、全然違いまして、医療関係がね、すごく多いですね。フィリピンの人たちはね、介護関係ね、ほとんどフィリピンの人たちがね、占めているんじゃないでしょうかね。ニューヨークシティなんかね、特に、フィリピンの人たちはね、本当に海外にね、出稼ぎというかね、行っている人がね、多くてね、彼らの国ではナショナルヒーローとね、呼ばれてますね。本当にね、働き者だと思います。働いて稼いだお金はもうほとんどね、フィリピンにね、送ってらっしゃいますね。本当にね、偉いなと思ってきましたね、ニューヨークの時から。で、ベストフレンドもね、フィリピンの女性で、ニューヨークの時ね、で、ハワイにね、引っ越してきてもね、またね、とてもいい友達にね、恵まれまして、本当に私は幸せなんですけれども、昨日のね、夜ね、ハワイのお友達がね、彼女の弟さんがオアフ島から来ていて、彼のね、弟さんの奥さん、フィリピンのね、フィリピンの方っていうか、フィリピンで生まれ育った人なんですけども、友達はね、オアフ島で生まれ育ったので、まあ、フィリピン系なんですけれども、まあ、アメリカ人なんですね。で、その弟さんはフィリピンの女性と結婚されて、その女性がね、もうすごくね、料理がお上手なんですよね。だから彼女がハワイ島にね、来た時には私をね、必ずね、呼んでくれますね。本当にね、嬉しいですね。昨日の夜はね、突然電話がかかってきて、ね、弟のお嫁さんが美味しいね、お料理を作ってくれたから、なおどうかなと思ってて、急だけどって言って連絡くれまして、昨日の夜もね、ディナーをね、ごちそうに、ね、なりました。でね、今日もね、昼間からね、パーティーをすると言ってパーティーに呼ばれまして、またね、ごちそうをね、もうあれやこれやね、たくさん作ってくれるのでね、もう食べざるを得ないというか、もうたくさん食べてきました。そう、ニューヨーク時代からね、ベストフレンドがフィリピン料理をね、彼女の家に遊びに行くと、いろんなね、フィリピンの郷土料理をね、作ってくれまして、そのお友達のお母さんがね、またお料理が上手だったので、もうなおが来るというとね、もう朝からいろんなものを作ってくれたんですけども、なのでね、私はフィリピン料理はね、よく知ってますね。そう、今日もね、いろんなね、フィリピン料理をね、昨日の夜も今日もいろんなね、いろいろね、食べました。はい、ということでね、今日は風邪がね、なかなか治らないんですよね。なんでだろう。そう、もうね、風邪でね、
調子悪いってね、じっとしててもね、全く面白くないので、昨日の夜も遊びに行って、今日も朝から遊びに行って、ね、風がねいつなるのかよくわからないし、この動画もねいつまで鼻声が続くのかわからないんですけれども、今日もね皆さんご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ということでね、皆さんも夏はね短いと思いますけれども、暑いと思いますが満喫してください。はい、それではまた明日会いましょう。おやすみなさい。マハロー。